68分にクロスからヘッドで決められて失点しました。前半ほとんどチャンスがなかった中、後半折り返しつつあったところでの失点でしたね。共にシーズン初勝利を目指しての第2節になります。大宮にとってはホーム開幕戦、金沢は開幕戦に続いてのアウェーゲームです。今試合がスタートしました。小島につなぐ、もう一度リターンパスが返ってくる、折り返す、中野が待っている、トラップから左足、他にはスライダー、柴山、右サイド、アンジェロッティ、中に送る、小島正人、打ってくる、白井のセーブ、ナイスシュート、そしてナイスセーブでした。前に3人、やや下がったところに3人人が集まっています、大宮。ヤニクルヘッド、先制ホームの大宮アルディージャ、セットプレーから茂木、茂木選手体でブロックして前にも出れず、ボールが来たところだけ頭で合わせに来ましたよね、はい、梶浦は今まだ19歳になったばかりの選手。柴山スピードに乗る、シュートまで行った、白井のストップ、チームを救うストップになりました。白井センターバックの庄司から右サイドにボールが出ます。小島正也上げてくる、森田が直接打ってくる、藤浦のシュート。特に金沢はマンマークでの対応になってます。コーナーキックの際の守備、柴山のキック、ヘッドはバーに当たる、こぼれたボール、まだある金沢のクリア、つないでつないでキープ、出せます、そしてスペースに出す、もう一度大沢走らせます。大沢チャンスになる、大沢、大沢シュートが来る、ゴールに吸い込まれました。白井が必死に手を伸ばしましたが及ばず、最後のプレーで大宮に追加点が生まれました。2対0、愛媛から帰ってきた大沢智也、復帰後初ゴール。シュートを打つっていう選択がもう一番、まあ、最終的にはシュートを打ちましたけどね、はい、パスを出した小島も前空いてるから前に出したっていう感じでね、スペースにうまく送りましたね。